みみちゃん、ストレッチ一緒に。うん、オッケー。じゃあ座って前屈するから先に背中を押してもらっていい？うん。まみみちゃん、床冷たすぎ。これじゃあ柔軟どころか硬くなりそう。立ったままできるやつあったっけ？それなら引っ張りっこしよう。うん、じゃあそれで。静かな夜だね。耳を澄ますとシンシン、なんだか空からシンシンって聞こえるみたい。本当だ。そういえば明日は雪が降るそうだよ。雪が降る前の静けさなのかな。ささやくように雪の声だけが聞こえる。早くキリコに会いたいと思っているのかもしれない。雪の声だったんだね。待ってるよ。しん、しん。風冷たー。キリリン、大丈夫？うん。寒いのには慣れてるから。本当？ならよかった。三峰はもう手がやばい。冷え冷え。ゆいこちゃん、大丈夫？あ、冷たいね。あ、キリリンも冷たいじゃん。え、そうかな。あったかい飲み物とか買おう。急いで指を温めよう。もしくはいっそお店に入っちゃうのもオッケーなんて、くどいてみてるわけですが。はい。お供します。真っ白。あ、黄金ちゃんの。雪だるま、冷たくなか？大丈夫だよ。聞いてたの。雪だるまさんの音、あのね、とっても嬉しいんだって。黄金ちゃんに丸くキュッてしてもらえたこと。そうやったとね。やったらもっと喜んでもらわんば。かっこよか飾りばつけちゃるばい。